おはようございます。ウェザーニュースキャスターの江川さえねです。9月6日金曜日の天気をお伝えします。こちら現在の千葉幕張の様子です。朝日見ることができました。今日また気温が上がり暑くなる地域多くありそうです。見ていきましょう。今日の天気アイコンはこちらです。今日は台風13号の影響を受けて沖縄本島ではお昼頃まで強い雨に注意が必要となります。交通機関の影響も心配です。最新情報をご確認ください。また西日本太平洋側の地域では湿った空気が流れ込む影響で雨の降りやすい一日です。道路冠水や河川増水にも注意が必要となります。大雨となる恐れがありますのでお気をつけください。北海道では秋雨前線の影響を受けます。雨の降りやすい空、お出かけの際に雨が降っていなくても雨具を持つようにしてください。その他、東北から九州にかけて広い範囲で晴れて日差しが届きます。日中35度を超えるような暑さというところもありそうです。熱中症への対策しっかりと行ってください。体調管理に気をつけてお過ごしくださいね。それでは今日も元気にいってらっしゃい。